れ様です。パパ先生だです。これがひょっとしたら、初めて声をきちんと入れながら撮る動画になるかもしれないですね。ちょっと照れくさいですね。実はバイク購入した当初から一応撮影自体はやってたんですけれど もうなんだろう、編集がめんどくさくて全然編集してなくて全くアップロードしてませんでした。なんで今日はまあいいやってことで近所の山に近所の山に峠とまでは行かないんですけど、ちょっと軽く走りに行ってこようかなと思います。これダメかもしんないな。ひょっとしたら山の上すごい風かもしれないですね。僕はヘルメットがジェットなんですよ。ジェットヘルメットでフルフェイスじゃないんで、風がもろにヘルメット内に入ってきちゃうもんですから、ひょっとしたら風の音でもう全然使い物にならないかもしれないですね。もしそうなったらごめんなさい。大丈夫だと思うんだけどな。そして景色をご覧になってわかるかと思いますが、日本ではありません。日本ではないです。ヨーロッパのですね、イギリスの隣にあるダブリン共和国という国です。今走ってるのは首都のダブリンの街、南側ですね。南側を、まあ忙しいビルだらけのところからちょっと外れて、ちょっと住宅地寄りに寄ってきたかなぐらいのところです。先週はひどく雪が降りまして、もう全然バイクには乗らなかったんですけど、今日はまあ風がそこまでひどくないということで、仕事上がりにちょっとだけね走ろうっていう魂胆です。ジェットヘルメット使ってるもんですから、カメラがですね、いわゆるチンマウントっていう、顎にマウントする、顎にカメラくっつけて走るっていう一番いいやつが使えません。なんで今はチェストマウントでやってみてます。胸にマウントするやつですね。頭のヘルメットの脇につけるのとどっちがいいでしょうね。その辺もまあテストがてらって感じでチェックしたいなと思います。あとはもうなんといっても風切り音ですね。ジェットでも話しながらこういう動画は撮れるのか、撮らないような気もするけどどうなんだっていう。おーっと50キロ台、ちょっと出しすぎちゃった。
限速度で煽られますよね。煽られますね。まあその辺はなんちゅうか土地柄ってありますよね。ほんと、うん、土地柄ってあるな。ダブリンマウンテンはそうですね、まあ、シティセンターから町の中心部から、まあ、車で 2,30 分、本当に近くにあります。もうちょっと訪ねようかなっていうには、すごくいいところですね。ちょっと自転車で行くのは厳しいかな。一応山、一応山、ヨーロッパの山並みはまあ、アルプスなんかを除くと結構なだらかなんですよ。日本みたいに火山性じゃないというか、なのでそんなに高くない、うん、ダブリンマウンテンも日本で言ったら丘じゃねえのっていうぐらい の高さしかないです。なんでまあ自転車で登って登らないことはないし、まあ、自転車で登ってる人大勢いますけど、まあでも実際やりたいかなと言われたら僕はノーですね。絶対登りたくないです。よいしょ。できることなら、まあ、バイクか車でも自転車で登ってらっしゃる方も結構います。若い人なんかね、結構ママチャリで行ったりなんかしてる人もいるみたいですよ。さあちょっと登ってきましたね。わかるかな。ああ、住宅地はねこういうデコボコが用意してあってスピードが出ないようになってます。登れ登れ。結構あったかいから大丈夫だと思ったんだけどな。ダメだったら帰ろう。ダメだったら帰ります。